北海道。北海道は、日本の北部に位置する島。また、道東及び付随する島を管轄する地方公共団体、道である。島としての北海道は、日本列島を構成する主要4島の一つである。地方公共団体としての北海道は47、都道府県中唯一の道で、道庁所在地は札幌市。北海道本島は、 面積77,983.90平方キロメートル、キロメートル、最高標高2,291メートル、M、本州、四国、九州と共に日本列島を構成する主要4島の一つ。この中では唯一、東名と地方公共団体名が同じで、1、道のみで管轄する島である。日本の島の中では、本州に次ぐ第、第 世界の島の中では、アイルランド島に次ぐ、第21位の大きさである。江戸時代までは、一般的に、千島や樺太を含めて、江戸ヶ島、本島単独では、江戸地、北州、十州島などと呼ばれていたが、明治2年、1869年、古代日本の律令制における、広域行政区画、五木七道七つの、道に倣って、北海道、 両性と命名された。なお、地質学や考古学などでは、北海道島という名称も使用される。北海道本島と、その付随する島々、利尻島、礼文島、奥尻島、手売島、焼尻島、大島大島、大島小島など、千島列島からなる地方公共団体が北海道であり、47都道府県で唯一の道である。 この北海道一道からなる地方を北海道地方といい、人口547万5783人で都道府県順位第8位、面積8万 3456.75km で都道府県順位第1位、これは日本の総面積の約2割22.9%に当たる。また、 国土交通省による日本の14地域区分の一つである北海道も北海道一日からなる。なお、江戸ルフ島、国尻島、四股丹島、マイ群島については北海道の領域に含まれるものの、事実上はその管轄下に置かれていない。すなわち、1945年、昭和20年8月28日から9月5日にかけて、 ソビート連邦が占領し、現在もその後継国家である、ロシア連邦の実行支配下にあり、日本の市政権が及んでいないと、日本政府は主張している、北方領土問題参照。北海道には179の市町村、35市129町15、村、74の軍がある。このほか北方領土に5軍6村がある。北海道では、森町を、 森町と読む以外は、町はすべて町、村はすべて村と読む。この島の先住民であるアイヌの言葉、アイヌ語では人間の住む土地のい、または陸地の国土と呼ばれる。日本人、和人は古代には渡島、渡りの島、近代に至るまでアイヌを得ぞ。その土地を、エゾ地もしくは北州、十州島などと呼んでいたが、 明治政府は開拓市の設置に伴い名称の変更を検討し、エゾ地探査やアイヌとの交流を続けていた、松浦武四郎は政府に憲白書を提出、北海道、海北道、海東道、北上、北上道、東北道、千島道の六案を提示した。結局、北海道を基本として採用し、海北道との接中案として、また、律令政時代の五期七道の東海道、 南海道、西海道の故障に倣う形として、北海道と命名された。なお、松浦は県白書において、北海道案はアイヌが自らを、海と呼んでいることから考案したと説明しているが、言語学者の近代一京介は、当時のそのような事実を示す証拠は見つかっていないと、唱えている。北海道は、地方自治法において、他の、と、ふ、 県と同格の普通地方公共団体、都道府県の一つとされているが、都、府、県の場合、これを外して、東京、大阪、京都、神奈川、愛知のように表記、故障することがあるのに対し、北海道については、道を外して単に、北海と表記、故障することは、北海タイムス、北海学園大学など、社名や学校名などの固有名詞の一部分に、 使用される例はあるものの非常に稀である。英語での公式表記は、北海道ガバメント、もしくは、北海道であり、北海ガバメントや、北海プリーフェクチャーと表記することはない。一方、道である、普通地方公共団体は北海道しか存在しない、ため、東京都の、都内、とかなどと同様に、逆に、道が、土産米、道外など、事実上北海道を、 唯一的に指し示す、語位、携帯素として広く普及している。口述の通り、1886年、明治19年から1947年、昭和22年まで北海道を管轄した地方行政官庁は、北海道庁であった。この場合、北海道は単なる地域故障であって、北海道庁が東京府や青森県などと並んで置かれた官庁の名である。 カラフトとカラフト町の関係に同じ。この北海道町は現在用いられているような地方自治体の中央官庁ではない。1901年、明治34年に北海道会放及び北海道地方秘法が交付、施行されて北海道会という議会を持つ地方自治体となったが、自治体としては北海道地方秘と呼ばれた。戦後、 1946年、昭和21年の第一次地方制度改革で、市政、町村制、東京都制とともに、府県制が改正された際、北海道開放と北海道地方秘法が廃止されて、同府県制に統合された。また、改正法律の不足の規定により、従来、北海道地方秘と呼ばれていた自治体を、道と呼ぶこととされた。 地方行政官庁としての北海道庁は1947年、昭和22年の地方自治法施行により、北海道庁管制とともに廃止され、同法に基づく普通地方公共団体としての北海道となった。北海道本島は面積 77,983.90km、日本の島の中では本州に次ぐ第2位の面積で世界の島の中では、 アイルランド島に次ぐ第21位の面積を持ち、カラフト、銅、第23位よりやや大きく、台湾島3 5 9 8 0トルの約2倍の大きさである。これは、九州と四国を合わせた面積5 5 0 5 0 7 7トルを上回る。南の本州とは津軽海峡で隔てられているが、西函水道により鉄路でつながれており、 同トンネル内で青森県に接しているトンネルの上の津軽海峡中央部は公開。ただし、日本の排他的経済水域。北は宗谷海峡を隔てて、カラフトと向かい合い、東には千島列島が連なり、間接的にではあるがロシアと国境を隔てている。西の日本海、南東の太平洋。 北東のオホーツク海と三つの海に囲まれており、周辺には津島暖流とその分子である津軽暖流、宗谷暖流および親潮と東カラフト海流が流れている。北海道は大きく分けて胴体部にあたる菱形の部分と南西の半島部、小島半島を含むよりなる。胴体部は南北にエゾ山系と呼ばれる山地群が貫き北海道の赤稜をなしている。 江戸山系は、南の日高山脈に始まり、東の石狩山地、北見山地と、西の夕張山地、手塩山地に分岐しており、この二列の間には、富良野盆地、上川盆地、名寄盆地などの盆地列が形成されている。富別平野からこの盆地列を通り、向川の下国に抜ける低地帯を、北海道中央地帯と呼ぶ。北海道東部は仙洞湖の延長である。 知床半島や阿寒の山々が、それぞれ北東南西の山列をなしながら、全体としては東西に伸びている。この北側は、北見山地から、なだらかな傾斜が、海岸近くまで続き平野は少ないが、南側では、十勝平野、温泉大地などの大平野が形成されている。東体部と半島部の間の地域は、石狩湾から石狩平野、 有仏平野を通って太平洋へと抜ける石狩り地帯である。ここには人口約190万を抱える札幌市や千歳市、苫小牧市などが並び、北海道で最も人口が集中する地域となっている。半島部には石狩り地帯の西に位置する南西部山地とその南西に伸びる小島半島があり、間に太平洋側から内浦湾、 噴火湾か入り込む。お島半島は、東北日本湖内帯の延長部にあたり、お島山地がある。お島山地と南西部山地の間には、日本海側のすつ町から、内浦湾にかけての定地があり、黒松内定地帯という。北海道の主な広報は、江戸山系と千洞湖の会合する、中央部の石狩山地、大雪山連峰、十勝岳連峰などと、 その南に続く、日高山脈に集中している。最高峰は、大雪山の朝日岳で、その標高は2291メートルである。南西部山地には、江戸富士と呼ばれる、妖亭山などの山がある、北海道の山の一覧も、参照のこと。一級水系は十三水系ある。石狩川、手塩川、十勝川、釧路川、阿波尻川、所川、 優別川、なぎさなめ川、るもい川、猿川、む川、わ、しりべつ川、しりべしとしべつ川。あかん湖、大沼、くっしゃろ湖、さろま湖、しこつ湖、東谷湖、ましゅう湖、うとない湖、あばしり湖、のとろ湖、ふうれん湖などの湖がある。隣接県は、青森県だが青森をはじめ、北海道と各都府県は、陸路、歩行では移動することができない。飛行機、 船、青函トンネルを介して、北海道新幹線への乗車のいずれかが必須となっており、いずれも料金がかかる形となる。国土地理院の全国、都道府県市区町村別面積庁によると、北海道の面積は平方キロメートルである。北海道の東西南北それぞれの橋と重心は、以下の位置である。北端は、エトルフ島のカモイワカミサキ、南端は、 大島小島、東端は、エトロフ島のラッキ別岬、西端は、大島大島にある。また統計局の平成22年国勢調査によると、人口重心は、栗山町本沢にある。西岸海洋性気候や温暖湿潤気候が見られる、東南の一部沿岸地域を除くと、阿寒帯湿潤気候である。日本海側、内陸部で、冬の積雪は、寝雪となる。 日本海側は特に豪雪地帯であり、一部市町村は特別豪雪地帯になっている。道北、東東の内陸部は寒さが非常に厳しい。太平洋沿岸部は親潮の影響を受け夏は涼しく冬は比較的小雪。北海道は地方自治法155条第1項に基づき市町を設置している。北海道総合振興局及び振興局の設置に、 関する条例において、北海道総合振興局以下、総合振興局及び北海道ぶり局以下、振興局とされている。各総合振興局及び振興局は、その所管区域において、納税証明書の発行及び旅券発給などの窓口業務など、所管区域ごとに行った方が効率の良い業務を担当している。2008年、 平成20年6月28日の道議会で、それまであった14市長を旧総合振興局に再編し、その下に総合振興局の出張所として後、振興局を置くとする条例が可決された。しかし、縮小の対象となった、檜山市長、日高市長、留萌市長、根室市長、石狩市長の市長所在地を抱える、館内各自治体では、住民の反発の声が上がり、 地域経済の悪化に白車がかかることも懸念された。また、再編する際に必要な公職選挙法の改正が先送りされ、北海道では衆議院省選挙区区画区分を市長管内協会で区分している2009年平成21年4月実施は不可能となった。これらのことから当初の条例は施行されず、結局2009年、 平成21年3月31日の道議会で北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例が正され、総合振興局、振興局への解消後も、どちらも同格の市長として存続することになった。ただし総合振興局は隣接する振興局管内の広域行政を担うことができ、該当する振興局が条例で規定されている。この改正では、 アバシリ市長がオホーツク総合振興局となる以外は、名称は従来の市長名が継承された。なお、ホロノベ町が旧ルモイ市長管内からソウ総合振興局管内へ、ホロカナイ町が旧ソラチ市長管内から上川、総合振興局管内に移った。人口はの住民基本台帳人口。面積は2015年10月1日全国。 都道府県宿町村別面積町。根室振興局の市町村の内は北方領土内の村。人口、面積には北方領土を含まない。一般的な区分は何通りかあるが、ここではその一例を挙げる。イブリ、ヒダカ、シリベシを道南に区分したり、オホうツクの北見網走地区を道北に区分したり、あるいは上川の大雪地区。 旭川富良の地区や空地の深川地区を道北に区分したりする例も見られる。北海道庁は道内を6つのに分けている。道東地方については面積が広いため3分割し、計六地域とされている。北海道は東北地方に新潟県を加えた面積に匹敵するほど広大であるため、旭川市、函館市、釧路市の3市に 本州以南であれば都府県庁所在地にのみに設置される機関、地方裁判所、警察本部等が置かれる例が見られる。国の出先機関、地方支分部局の支局などが札幌市、旭川市、函館市、釧路市に設置される場合は、概ね振興局を分割することなく、その支局などが置かれる振興局と近隣の振興局を管轄することなる例。 釧路支局が、釧路総合振興局と根室振興局を管轄する。一部の機関にあっては、歴史的経緯、地理的状況により、振興局を分割して管轄する場合がある。特に、空地総合振興局の北部と中南部であることが多い。例、札幌法務局と旭川地方法務局、札幌運輸支局と旭川運輸支局。日銀の管轄は、 函館支店が徒当、檜山に振興局、釧路支店は、釧路、根室、十勝三振興局を担当。その他は、札幌支店が管轄するが、その中の旭川事務所の管轄が、上川、おほうつく、宗谷、ルーモイ4振興局になっている。また、道内の放送局は7地域に分割される。詳細は、北海道の報道機関の一覧を参照。 北海道には数万年前の氷河期にシベリアからマンゴスやオオツの鹿などの大型哺乳動物を追いかけて立教となった宗谷海峡を人類が渡ってきたとされる。約1万2000年から1万3000年前、マイナス8000年からマイナス9000年には氷河が交代し、温暖となってからは本州からもトライしたようである。道内各地で 旧石器時代の発掘調査は、群馬県の岩塾遺跡で、旧石器が発見されたのをきっかけに行われるようになった。それらの遺跡は、約2万年前から1万3000年前の間、つまり、後期旧石器時代と推定されている。現在のところ最も古い遺跡は、千歳市宿媒三角山遺跡と考えられている。この遺跡から採取した、 炭化剤を放射性炭素に塩代測定法では2万1450プラスマイナス750年 BP であった。出土した石器類はナイフ型石器、戦闘機、殺機、石角などである。これらの石器の原材料となった黒曜石の産地は、十勝石の名で親しまれている白滝村が代表的である。他には、桶ケ十勝三又、赤井川などがある。 縄文時代後期の州筒美牧は、北海道にしか見られず、特に、石狩艇地帯に集中している。最も大きいものは、千歳市郊外にある、木臼、州筒美牧群で、知床半島の付け根部にある斜里町でも、主演遺跡、足別市、野原南、市別町、イチャニなどで発見されている。古くは、日本書紀に渡り島として登場し、 アベヒラフと接触を持ち、奈良時代、平安時代には、デワ国と交易を行った。当時の住民は、東北地方北部の住民と同じくエミシと呼ばれていた。おそらく両者は、同一民族で、北海道側のエゾが、後のエゾ、現在のアイヌの先祖だと考えられている。中世以降、北海道の住民は、エゾと呼ばれ、北海道の地は、エゾが、島、エゾ地など、 様々に呼ばれた。古代の江見氏は農耕も生活の柱としていたが、次第に狩猟、漁業に特化し、鉄などを日本人、和人の交易で得るようになっていった。また、鎌倉時代以降になると、後の正木藩や和人地の基礎となった私等の活動が見られるようになる。室町時代には、小島半島南端、後の和人地に、和人、私等、 アイヌが居住し、豪族が館を構えていた。和人の築いた道南十二館の一つである、勝山館跡では、和人とアイヌの混住が考古学的にも語されている。当地に拡挙していた、立主らは、安藤氏と悲観関係を結んでおり、彼らが北海道に渡った時期は不明であるが、その多くは、鎌倉時代に、津軽やぬかのぶの北条氏書領の大観想でった。 侍の子孫とも考えられている。室町、戦国期には、本土から和人の都会者が増え、現地のアイヌとの間に対立が起きたという。近世以前の北海道に関しては、正木藩の優書を記した、白木の記録営へ20年、1643年、成立があり、同書によれば、交渉3年、長六元年、1457年に起きた、古車マインの戦いで、 前、源氏、若狭武田氏の子孫とされる武田信弘が、アイヌの指導者古社マをし、和人の勝利を決した。信弘は、柿崎氏を継ぎ、その子孫は後に、正樹の死を名乗り、代々江戸地の南部に支配権を築いた、正樹藩。正樹藩の経済基盤は、アイヌとの交易にあった。安土桃山時代から江戸時代にかけて、松前氏は、征夷大将軍により、 公益独占権を認められ、アイヌとの公益条件を自らに有利なものに変えていった。アイヌは、釈社員の戦いや国なし利目なしの戦いで放棄したものの、ま規藩によって鎮圧された。天明四年、1784年からは、江戸地の開拓をはじめ、沿岸にいくつかの入植地が建設された。江戸時代後期に、ロシアがシベリアから領土を広げつつ、 日本と通称を求めるようになり、鎖国を維持しようとする日本に、北海道近辺で接触した。中には、五老人や高田や貨幣のように相手国の捕虜になった、人もいた、五老人事件。ロシアの脅威に対する北方防備の必要を認識した江戸幕府は、最上徳内、近藤十蔵、ま宮林蔵、井上忠敬といったものに、江戸地を、 カラフと千島列島を含め探検させ、地理的な知識を獲得した。また、完成十一年1799年に東江戸地を文化四年1807年には西江戸地を松前市から取り上げた。また、統治機構として今日は二年1802年に江戸奉行を置き、後に函館奉行、松前奉行と名を変える。幕府の統治は、 アイヌの負担を若干軽減したが、基本的な支配構造には手をつけなかった。五郎人事件解決以降、ロシアの領土拡大的な難化が停滞したため、武行は文政四年、1821年に廃され、前衛措置は、正木藩に還付された。律令制、爆藩体制の延長期慶応四年、明治元年4月12日、1868年5月4日に、 新政府は、江戸地に、それまで置かれていた函館武行を、函館裁判所に置き換え、すぐにその名を、函館府と改めた、府藩権三地制。これに伴い、道内でもそれまでの抗議五領、幕府直轄領は、天領、天皇の五領となった。ただし、明治元年12月、1869年1月、旧幕府軍が、五領閣を占拠し、 江本武明を主犯とする江戸共和国成立。翌年にかけて新政府軍との間で母親戦争の一つ、函館戦争が戦われた。旧幕府側の降伏直後の明治2年、1869年、和人地及び江戸地、北州には大法律領の国軍里政を踏襲し、北海道11国六軍が置かれた北海道両政。同年7月、 天保歴官、藩、正木藩領以外は、函館県、函館府の更新から引き継ぐ、開拓市、市という名称は、律領成果で使用された臨時の独自な任務を起こす、領下官である。東北地方などには、あぜちが置かれたが設けられ、北海道の開拓は本格化した。当初、開拓市直轄領以外では、道外の藩、士族、寺院、 家族などによる爆破体制と同様の北海道の領支配も行われていた。また、同年10月場所受けを異が巨場持ちと名称を買いしばらくの間存続することとなった。1943年昭和18年3月20日には町村制の改正により北海道1.2級町村制が廃止、旧2級町村は特例で指定町村とされた。 1946年、昭和21年9月27日の府県制改正に伴い、北海道における自治制度を規定していた北海道開放と北海道地方秘法が廃止されて、同府県制に移行し、指定町村の特例も廃止されている。もっとも和人の開拓は、アイヌにとっては土地集奪と強制移住を伴うものであり、 日本による侵略であったとする見方もある、本田勝一など。1950年、昭和25年、北海道を開発するため、調査、立案及び実施に関する事務を担当する、北海道開発庁が、総理府の外局として設置された。北海道内には、北海道開発局と、各地方に開発建設部が置かれ、開発の任に当たった。 第二次世界大戦の福井運兵や旧植民地からの機関車の受け入れ先として北海道が注目され人口が急増した。戦後復興と高度経済成長期の初めは北海道産の石炭が重宝され多くの炭鉱労働者が北海道で暮らしたが1960年代に石油へのエネルギー転換が起こり1980年代までに ほとんどの炭鉱が閉山された。これに伴い、不要になった鉄道が相次いで廃止され、市民生活の自動車化が推し進められた。道路網の整備が行われ、道自動車道をはじめとする高速道路が建設された。他の都府県は直轄国道、旧一級国道以外の整備補修を自ら行うのに対し、北海道はすべての国道を国が管理する体制が取られた。 1967年昭和42年旭日川市旭日山動物園が開園。1968年昭和43年北海道100年記念祝典開催。1971年昭和46年日本で4番目となる札幌市営地下鉄が開業した。1972年昭和47年にはアジア初の冬季オリンピックである。 第11回冬季札幌オリンピックが開催され、それを契機に札幌市営地下鉄などのインフラの整備も進んだ。1988年昭和63年7月20日、千歳空港に代わる民間航空用の空港として開港した。2001年平成13年の中央省庁再編により北海道開発庁は統合され、 国土交通省北海道局となった。それに伴い、北海道開発局は、国土交通省の地方支分部局となった。2003年、平成15年9月26日、4時50分頃、十勝沖地震 MJ8.0、MW8.0 から8.3、北海道ニーカップ町、静内町、浦川町、下尾町、幕別町、豊頃町、 中類村、釧路町、厚岸町で最大震度6弱、死者、不明者2人、津波警報が発表され2メートルを超える津波が来週し2人が飲み込まれ、2年後に1人が遺体で発見された。2008年、平成20年北海道東屋湖サミット開催。2010年、平成22年市長制度改革、市長を総合振興局。 振興局と解消。2018年、平成30年9月6日、3時8分頃、胆振地方中東部、北緯42.7度統計142.0度で、最大震度7、M6.7 を観測する北海道、胆振東部地震が発生した。厚間町では、震度7を観測した。北海道で震度7を観測したのは観測史上初。 1905年、明治39年、函館県設置に関する、県議帝国議会で、満場一致で可決。1946年、昭和21年、北海道開会3時に、北海道の3県、または4県分割案の意見書。1948年、昭和23年、1月、朝日川商工会議所、県政促進議会決議。 1948年、昭和23年3月12日、釧路、商工会議所、文献決議、常議委員会決議。1949年、昭和24年、北海道4県政、札幌県、函館県、旭川県、釧路県、北海評論の公表。1950年、昭和25年、北海道県政治高速新協議会旭川に、発足。 会長、前の良蔵吉地浅川市長、副会長、武藤大陸函館市長、佐久間公平区市長、山田としたら北海道町村会会長就任。1954年、昭和29年、北海道議会文献議員側新連盟発足。1955年、昭和30年民主党北海道、総合開発特別委員会、北海道における、 行政機構改革案、1県札幌2県旭川3県函館4、県室蘭語県釧路北海道省の設置とも、県発足を公表、街道の文献に関する法律案を1956年、昭和31年国会法制局に提出。1986年、昭和61年北海道議会文献勉強会、発足。1988年、 昭和63年北海道文献協議会発足、1998年平成10年解散。2016年平成28年1月7日の毎日新聞に、北海道議会の自民党、同民会議が指摘期間、北海道文献研究会を設立し、知事一人では広大な北海道の地域の課題に目が行き届かないとし、道を 複数の都道府県に分ける文献案についての議論を開始したと報じられた。その後、同8月10日の北海道新聞で、同研究会のまとめた報告書の素案を公開し、具体的に、同欧、同南、同北、同等の3つの都道府県に分ける案と、同等だけを切り離して、残りの地域で1つの都道府県にするに、都道府県案のどちらかが望ましいと結論付けている。 またこの他に、道央、道南、道東,東、道北の四つの都道府県、内市は、道東,東を、おほうつく、と勝ち、混戦に、さらに細分化しての六つの都道府県の案も、叩き台として検討されていという。北海道の人口は537万7782人、2016年、平成28年1月1日、国勢調査であり、都道府県単位で、 全国8位である。しかし、人口密度は最も低く、これが地域の特色にもなっている。北海道は他の多くの都府県と比べて、主要都市部に人口が偏在するという性格が強く、特に近年は札幌市への人口集中が著しく、道内の他の自治体を大きく圧倒する。2番目の人口規模を持つ浅川市でさえ、札幌市の人口の 約18%しかない。道内の179の自治体の内政令指定都市は札幌市の一市、中核市は旭川市と函館市の二市で、市考時特例市は存在しない。人口の都市集中は他の市町村の人口密度がさらに低いことを意味する。家屋の密度が著しく低く、大区画でほぼ無人の二十歳、牧草地が広がる大地を、 どこまでも続く直線道路が切っていく景観は人口密度の低さで北海道に次ぐ東北地方でも見られない北海道独特のものである。総務省によると2011年平成23年現在の段階で179の自治体のうちほぼ80%に上る143の自治体が過疎地域に指定されている。2017年 平成29年現在、衆議院議員選挙は、小選挙区を12区に分け、比例北海道ブロック議席は8議席保有している。2015年4月12日に行われた、同議会議員選挙の結果を反映している。2006年、平成18年度の実質交際比比率は19.9%と、全国では、長野県に次いで2番目に悪い。2008年、 平成20年7月7日から7月9日の3日間、第34回主要国首脳会議、通称、北海道東野湖サミットが、東野湖藩で開催された。平成20年度2008年から2009年の道内総生産は18兆3595億円である。これは、世界40位前後の国に相当する経済規模を有している。 北海道内総生産の産業別構成比は、第一次産業が3.8%、第二次産業が15.5%、第三次産業が84.0%である、平成19年度。全国平均と比べて第一次、第三次産業の比率が高く、第二次産業、特に製造業の比率が小さい。北海道では、第二次産業の占める割合が、 全国に比べて極めて低い。都道府県魅力度ランキングでは2009年から2017年まで1位。国際拠点港湾2校、重要港湾12校。以前は日本各地の空港と直接結ぶ路線も多様に見られたが、近年は新千歳空港乗り継ぎと東京国際空港、羽田乗り継ぎに路線が整理縮小されてきている。災害拠点病院保育所。 国民生活基礎調査によれば、北海道の子供の貧困率は16.3%、2012年、高橋同性化、生活保護世帯の高校進学率は96.7%、2013年3月、で50人に、約2人が、高校進学に至っていない。北海道では、独特な文化が見られる。神棚や玄関。 車の正月用を飾り付け置いても締め縄のような、質素なものではなく、宝船、七福神を模したものである。また企業が北海道限定品を発売する例がある。日本各地の人々が北海道開拓のために移り住んだこともあり、各地の地方文化とともに、それらが融合して新しくなった北海道独自の食文化が見られ、故障も独自のものがある。 詳細は、北海道の観光地、日本の観光地一覧、北海道参照、受賞条件、1978年から1992年の受賞者は、同調 HP に付記載。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。